はい、お疲れ様です。今日は 0.9 やっていきます。ストック報酬が2個も溜まってしまったということで、こいつを回収しに行く。で、使っていくのがこれですね。メヒストリーダーのゴリ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 テンプレデッキですね。ということで、このままデッキなんですけど、マデッキにするんだったらね、リーダーヌラリーでも別にいいんですけど、なんかメヒの方がね、計算しやすかったり、あと今日は 0.9 ってことなんでね、もう最初から700毒出せるメヒストって結構強いということで、こんな感じでデッキ組んできました。で、今回の新入りとしてはさやかちゃんですね。1000以上の特殊ダメージを 135% 返しして、コンボスキルもね、500の毒ダメージから上がって1600与えると。で、リリティと比較すると 5% 低いんですけど、回収されにくいっていうか、この1000以上の特殊っていうのがね、金魔門とかで回収されなかったり、コンボスキルが毒っていうことで、今日の補正で考えた時にコンボでアタック上げるよりはこのサヤカの方がいいかなということでサヤカ入れてます。ただ HP が低いので、1000以上の特殊ダメージを受けるっていう前提でね、動かないといけないので、そこだけ気をつけないといけないっていう感じですね。よろしくお願いします。あの、特殊罠っていうこともあり、火炎とか来ると腐ってしまいますね。なんですけど、それはもうリリティエにもいることなんで、まあ、メヒストとかヌラとかアポとか、そういうなんかコンボバフとかに依存しにくいようなね、ダメージを出すようなデッキだったらさやかでいいかなっていうのは割とある。うん、HP とかの違いはあるんですけど、今日どうせ HP 0.9 なんでね、どうせね、HP 0.9 なんでね、いきましょう。さあ、相手アポ、今回はね、ゴリゴリのもうゴリ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 テンプレデッキということなんで、ちょっとあのテンプレ回ってことなんでね、そこも意識してね、やっていきたいと思います。で、これも初手は、はい、ファイブを打ちまーす。最近はね、テンスラコラボとか来てね、ちょっとテンプレから外れたなんかオリジナルデッキとか結構紹介してたんですけど、たまにはテンプレを紹介しないとね。さあ、ロック来ると。初っ端からロック、朝からロックですか。はい、朝から6っていうね、最高に6なね展開なんですけど、これね、6と6でね、ゴリゴリにね、やっていきましょう。よいしょ。さっき俺こればっかやってんな。ということで、ファビーを出して、で、さやか持ってますね。で、さやかね、ちゃっちゃと変置きしてもいいんですけど、アポロン出ましたね。さ、これもうゴリゴリにアポロン釣ってて、で、ここをどうしようかな。ウィブトゥールラさやかないもん。でも、せっかくなんでさやか打ちましょう。よいしょ。オカルト乱れ打ち。で、おそらくこれアポロンが出たってことは、手駒に罠駒とかが固まってると思いますんで、そいつをね、ウィブサニアで回収したいと思います。 OK、 読み取りで、これは回収されますが、回収に動かせてるということで、あ、でも左ウェックスがあのルキアだからな、あんまりいやって感じはするな。まあまあいいでしょ。で、これ引きがクソ強いですね。これもう言うちゃまーす。もう読み取りね、罠引いてると。ただこれトップル引いたらんのな、これ。よーし、お前もサヤカを使っていく。サヤカ2サヤカ、オカルト乱れ打ち。ただ、こっちは1500で回収してるけど、相手は1800で回収してるので、こっちの方がね、こっちの方がアド、しかもなんならアポロン釣られてるっていうね。さあ、罠ゴマ元から持っている。で、この罠を悩まずにそこに置くあたり、おそらくですが、こいつは踏みです。はい、踏みなんで、これも右ウェックス釣られちゃまーす。もう読み通しまーす。はい、読み通り、OK。で、あれはね、ひらかに豆から打ったのは今のも分かると思うんですけど、まあ、マイティとかサヤカにしてもね、こんなに早く打つことってないと思うんですよ。サヤカ F5 に打ってるし。なんで、ここにね、そんなに早く打つってことは、そういうことです。で、これで3枚で、3000の4600、6100、6100、6800、6800で3枚返しで1300出して、8100の1600出して、あー、まだ届きません。はい、終わりです。まだ届きませんね。ってことで、これどうしようかな。若干悩むな。ただ、動線潰したくない。春打っても大丈夫感あるな。春打っても大丈夫。うん、これこっち行きましょう。ほい。マイティですけど、これ受けます。大丈夫です。次、ビナ打たれても多分いける気はするんで、毒行って、まあ、ビナ打たれたとしてもね、相手多分飛ばしに行けないんですよ、2手で。コンボが弱いんで。で、ビナ持ってないんでね、相手。OK。ビナ持ってたらアポロンじゃなくてビナ出るはずなんでね。で、これでウンディーネ来るんですけど、問題ない。ウィブのコンボだけ残してあげて、いらっしゃいませ。で、これで守護者でね、終わりと。よーし。まあ、このね、B さんの罠の、内容を読めたっていうのがでかいですね。これね、どうせリリティなんで OK。よし。この読み通せたのは、我ながらうまい。相手の手駒を見ながら打つことによって、相手の穴駒っていうのがね、どういう感じの状況なのかっていうのを判断することができるんですね。よし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 。OKOKOK。いいっすね。これでね、いい動きができたんじゃないでしょうか。まあ、つってもロック2ロックでね、アポロンを釣るっていう最高にロックな展開がね、あったということなんで、もうやめるか、これ。もうやめよう、この話し方やめまーす。はい、いきます。で、はい、次ですね。ってことで、はい、本題。今のはデモンストレーションです。ここから勝ちます。いらっしゃいませー。さあ、メヒスト対面。うん。
ミラーですけども、相手の方が HP が高いってことは、その他の可能性があるね。こっちマデッキでこの HP の600差ってことなんで、おお、ビアから切っていくのか。これ結構大層な手駒になってそうだな。まあ、守護から切って特殊とかカットされちゃうので、守護から適当に切りますか。でトゥールラ引いてるのは非常に強い奇襲で、今日の補正ね、俺ビナニーしてるんですよね。金魔門じゃなくてビナニーしてると。まあ今日それはなんでかっていうと、やっぱHP が低い補正なので、一旦完結とかでね、やっていきたいっていうのがあって、あとウィブサニアに入れてるのはウィブの方がね、あれです、火力が欲しいっていうところで、今日ちょっともうご了承しとけば何度か勝てるんでね。うわー、これ多分リリティじゃないと思う。その HP リリティ入らんだろ。入るん、あ、アゲハでしたねアゲハでしたね。それはちょっと俺の読みが外した。マジか。いや、もうちょっとちゃんと手駒見て今の判断するべきだったな。今の読めたな、まだ。まあいいや、 OK。 夏ブラだったらまだいいね。でこっちはビナ引いてるんで、ビナをね、意識していきたいですけども、ユフィエル、これどうせ取られるんでユフィエルにします。よいしょ、はい、どくれてどくれて、うん、いいよ。トゥルラ強い。まあ相手ビナ切ってるっていうのがでかいですね。で一番右の駒なんだそうだな、リッチュって、そうだな、これビナ生きてるところちゃんと見るべきだったな。マイティだったら初手出しもワンチャンでき、あ、アゲハ引き強いな俺オッケーウィーブ出して、で今そいつから切ってきたから、イオフィールとトゥールラ打ったタイミングで相手リッチ打ったんですよ。なんで多分これ手間に罠ないと思うな。持ってたらさ、そのリッチより罠打った方が強い気がするから、悩んでるし、これ罠なさそうな感じするね。罠ない。右下 X 何来るかな。ユフィか、 OKOKOK。 でこれビナ持ってるんで、左下 X でゾノバ潰して、であとは叱るべきタイミングでビナ打っとけば大丈夫かな。これは前って言っとくか。よいしょ、相手に特殊を許しません。でうん、俺のペース、俺のペース。相手アゲハ切ったってことはリリティ入ってんのかな。リリティないからアゲハ使ってるか、リリティアゲハ両積み編成かのどっちかなんですけど、 OKOKOK。 このロックは美味しいです。もうロックもビラもないんで、これはいけそうですよ。でウィーブの火力も入るし、よし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 、うん、ハル3枚勝ちでいって、よいしょ、ハル3枚勝ちいってあげて、よいしょよいしょ、うん、削ってるね。で609周守護打たれたとしても B3 リナで飛ばせるから、これで勝ちかな。多分大丈夫。なんかやばい子もあったかな。 OK、 バイセ、よしよしよし。まあこれちょっとシンプルに引き打つかったエース全部引いてるしな。見ないよこんなの、あんまりだよ。まああんまりだよ言われましても、まあ、せっかくなんでビナは見せずに行きましょう。これ同じ人に当たった時にねビナ警戒されたくないんで、こっちでね、よし、オッケーオッケー。まあでもね、こんな感じで今日はウィブとトゥルラが強い。金魔門とかもありなんだけど、まあ金魔門はね、まあさやかの登場もあるし、何よりコンボのね、パーセンテージダメージとかもね、ちょっと出しにくい感じするし、今日はウィブでいいかな。ウィブビナトゥルラ、最速でね、なんていうのかな、すぐに完結できるやつ。ちょっと4ターン完結も強いんだけどね、その4ターン打ち切れば強いんですけど、4ターン打ち切れる保証が今日は低いんでね。マッチングしねえな。あと今日アタック下がってるんでエンデガも抜きですね。フィニッシャーとしてはバイセだけになってるんですけど、まあ、言うてフィニッシャーバイセだけでも全然押し切れるんでさあ、お願いします。そういえば今日28日ってすごくない？もう3日切ろうとしてるね、大晦日まで。おまず、あ、アポロン来た。アポねー、はい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 。で今日のおせいね、あれなんですよね、やっぱアタック下がってるからね、みんな暗黒とか使わないんだよね。暗黒来たらクソきついけどね、まあ、暗黒使う側からしても火炎とかバカきついと思うんで使いにくいんだろうな。あと暗黒来てもね、ワンチャン今日だったら勝てる。アポロンとか使ってる人だったら特に。よいしょ。初手ベルグレでクソきついけど。274。HP 高いね。
魔じゃない。いやでも俺がリーダーメヒだからかな。そこの違いで、いやそれにしたって高いけどね。オッケー、ロック切ったでかい。でこのファビオ出るけども、いらっしゃいませ。お、夏ブラ出ないね。そっか、夏ブラプラス売ってるんだったわ。あー、どうしよおっかにゃーん。どうしよおっかにゃーん。まあでもシンプルこっちから行くか。よいしょ。ふい。なんか B さんに置くとかもね、なくはないんですけど。あーでも B さん置いて今日の補正だったら E6 つなぎから C5 打たれても大丈夫だったかもな。あー B さん置いてよかったなこれ。今日の補正だったら全然 B さんでよかったな。ナイストゥルラ。ナイブ。トゥールラ絶対にターン打ち切りたいんだよな。これ X 夏ブラにしよう。よいしょ。で発動しない、おそらくサヤカ。今日のせミサトポリプスは絶対ないから、あれサヤカっすね。ねレニアドでもないから、オッケー。で、これはブラ発動させたいので F2 に当ててもいいんですけど、引き見てからサヤカ引いていく。どうしようかな、これロック残した方がいい気がするんだけど、あーちょい悩みですねこれ。いやこれ罠でこれ当てます。じゃあロック残しますわ、アポロンずらさないと。しかるべきタイミングでね。で次トゥルルであいつ回収して、うわ金もあんのかい。まあ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 、まあ、大丈夫、こっちトゥルルあるからあいつ回収できる。でリッチ腐った、腐っちゃったよ。いしょ、こっから飛ばしに行く、頑張って。金マモン切ったからこれで回収して、オッケー、最後回収よ。いしょ、で右上 X 来るな、まだアポロン打たないよね、5500だから一発我慢するはず。あーでもこれ、いやー俺サヤカ持ってるんだったら、持ってたんだったらロックで F にやっててもよかったかな。まあ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 いっか、いいです大丈夫です、こっから手札うまく回します。イグナッツ使う、オッケー大丈夫、俺ビナまだあるからこの一気ビナうまく引ければ。ウィブ、いやここは悩むね。ウィブって2ターンで飛ばせるかって言われると正味怪しいよな。 D に打ったら A に打たれる、いやでもロックっても感あるんよな。いや俺ちょっとこれ B4 行くわ、ビンを吸収入れます。なんかロック打ってもきつい気がする。回復入れて F4 ロックで頑張りたいな。今日のせいバイス入ってて、もイグナーツ入っててバイスあんのかな、いやわかんねえ。でもイグナーツ入ってるとだマデッキだろ。でこれ E4 アポロン来るね、オッケーオッケーオッケー。でワンチャン D2 で飛ばしに行けないかな。おお削ってくるねめっちゃ、そんな削られるんか。いや無理だな、いやこれロック、いやミスったかな。さっき F2 にロックだったかな、ちょっとロック意外と残していけるかなと思ったけど、ちょっときつそうだね。いやでもここがロック打つしかないっすね。いやーこれで勝てたらクソうまいけど、負けたら F2 が敗着っすね。まだ持っとくべきだったか、元から持ってるよね、バイセだったら終わるな。あそっちのバイセワンチャン耐えた、あ耐えたねこれ、耐えた。いやこれ飛ばせるか、いけるか、 D2 でいけるな。あっぶね、そっちのバイセかで春のがいいね、あぶねえ。ギリンチョ、ギリンチョですね。ちょっと考えるか、 F2 にロックで当てた場合 F1 バイセが来てて、で俺トゥールラとイブ持ってる状況下になってて、サヤカ打ったとしてすぐ回収されて、でイグナーツ持たれてるからロックない状態になって、アポロンで最終的に負けはあったな。これロック持ってたから勝ちで見ていいんじゃない。ロック打ったらさ F2 にバイセ来てたじゃん、 F1 多分金魔門どっから切ったか覚えてないけど、どうなんだろう、あの F2 でサヤカ打つじゃん、でサヤカ打ってその後トゥールラどこに打つの、 B4 トゥールラ打って右上 X にイグナーツ来る、で回収でダメージを入れて、その後ウィブ、いやウィブがあんま強くないな、ウィブがちょっとあんま火力だ出してなくて、で最終的にアポロンでしばかれるから、これロックも取れて正解だったかもな。うん、危な。なんかサヤカ打つ暇とウィブとトゥールラってのがね、うまくちょっと噛み合ってなかった気がするから。さあ行きましょう。喉調子悪いね。さあ相手はヌラリヒョン、
先行よろしくないけど、ウィブとビナクソ引き強い。いて。いて。で、いらっしゃいませんリッチいいっすね。リッチいいっすね。よいしょ。リッチ出してウィブだな。どこでいて。ショテベルグ2回目だな。俺今回ベルグ入れてないんだよね。今日。なんか。コンボとかは強いけど、スキル、そんななんかめっちゃ軽くれるかって言われるとってところもあるしな。初手から引いたら強いけどね。ちょっと他のマゴマの方が安定するかなと思って、入れませんでした。今日はね。うん、D。OKOKOK。いや、この B さんにリッチを受けてんのは本当に強い。よし。ウィーブ出しますか。で、ビナ持ってるんで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいね、リッチ強いね、めっちゃ強い。相手に高校取られてエクストラは入ってるけど、こっちの方が HP 高いよ。これ繋いでもいいよ、ぶっちゃけ。ビナあるし。繋ごう。罠ごま引け。あ、夏ブラ上等。さあ、繋ごう。持てて繋ごう。リッチとブラジェが手を繋いだその瞬間に相手の HP 半分。なるほど、素晴らしい。で、罠ごま持ってたら来るか。ファビオ。今、罠なさそうな気がするな。で、はい。さやかちゃん。守護を使うさやかだけど、これは相手に特殊出させたくないので、最後いきます。このファビオを打った後なんで、特殊さえ抑えれば大丈夫だと思う。イグナーツとかあんのかな？あったとしても大丈夫か。特殊さえ抑えれば、特殊さえっつったな、今。オッケー、罠ごま。で、召喚、イオフィー引く。あの罠何か知らんけど、これも F5 に当ててあげよう。よいしょ。OK、発動しないと。で、毒入れて。いいよ、俺のペース、俺のペース。で、このイオ、ウンディーネを取ると、俺のサイカ発動するし、ウンディーネ取るとってかあれか、守護か。で、イーチ打ったらダブコンだからね。俺のサヤカ取るとダブコンつながるよ。いいのかい。おーおーおおお、エキセントリック。エキセントリック。ビナで飛ぶか。3400。うん、飛ぶね。よいしょ。4000の6000出るね。6090か。行ってこーい。あ、6100かな。あ、6090出る。よいしょー！オッケー。ナイスナイスナイス、マジでメヒスト強い。引き強いのは認めるけど、やっぱ手札周りがいいな。なんか、自己ランっすね、このデッキ、マジで。ファビオも強いし、自己ラン。自己知らずのデッキ。てか、今日の大勢、このデッキさえ使っとけば、なんか、ね、ランカーいけんじゃね。いや、いかんけど。そうだな、今28でしょ。あと3日ぐらいか。今日、明日、明後日。2500、600ぐらいポイント必要でしょ、多分ランカーって。いや、無理だな、疲れるし、やめとこう、他にやることあるし。ランカーとか、マジで取らなくなったな。いよ。おっ、来たね。さあ、マナリアリーダー。うん、ウィブ。そう、こういうね、火炎対面も金馬とかより、絶対ウィブの方が強いんでね、今日は。ウィブです。さあ、まずはレニアドからお挨拶と行きましょう。どれ、軽く挨拶してやるか。で、バイセ引いてます。相手の初手はベーグルス。平行から来たか。あんま平行きしたくないけどな。どっち行こっかな、これ。いやでもこれぶっちゃけ鳥もありだな。痛いんだよな、520。めっちゃ。え、C5 とか打たれるでしょ。取るか。よいしょ。ほい、ほい、ほい、ほい。で、おそらく C5 か D5。X は来ないんじゃない。おぉ。ブラ来た。これブルハ通るか？ F4、強火になるの割とだるいな。
で、その後取れるから、ここは冷静に行きたいね。どうしよっかにゃー。C に打って C6 狙うか、B3 打つか。相手目線だと B3 の方が嫌だよね。こっちにしよう。ほい。ほい。ほい。で、F4 か A2 になるけど、ブルハ取れる。F4 に打つにしても A2 打つにしても、俺が C6 を打てば、どっちかは消えるのって。いやー、ゴリゴリ行きたいな。相手変えながらな。時間かけてると、やられちまう。オッケー、アベル。で、どうしよう。F4 に入らせたくないから C6 打つんですが、ファビオから打っとくか。よいしょ。で、得意入れて。で、D5 の駒だな。D5 に相手バグルス切ったから、バグルスとブルハ切ってるんですよ。だから D5 に置いて、下2枚が燃えるような駒ってないと思うんだよね。ウンディーネぐらいじゃん。おっ、ちょっと強い駒引いてんじゃん。いや、これさすがに取るか。B4 とか考えたんだけど。いやー、これ外周3枚きつ。ベルが来たら、終わり。B4 の方が、すぐ取れるんだよね。ここ、B4 行きます。これで、継続スキルを場面に出させない。この強火を許容しましょう。これ許容です。どうせこいつら一旦で終わるんで。D6 打つと F4 にフィンとか打たれたらもうバカきついんで。ここ B4 っす。で、ウィブ切ってて、ビナトゥールだか俺の S ゴマ。OK、読み通りフィン引いてる。読み通りっていうか、警戒してた通りですね。これちょっとフィン来たらマジできついんで、B4 打ちました。これ F4 フィン来てたらやばかったっす。で、ここ。はい。バイセ素晴らしい。で、ここ、守護。でいいか、さすがに守護打ってロックで耐える気がする。相手ここでもう火炎終わるんで、で削り入れて、素晴らしい。 OKOK で削ってもらって、バイセの火力上げてもらって、でこの盤面も相手変動きがないから、変動きできないからいけるね。パーラこれダブコンっすね。よし、今の完璧だったね。今ので、バイセ2ターン入れたい、プラス、強火を許容したくないっていう思いで D6 打ちたくなるけど、ここは我慢してし、B4 ですね。この B4 がマジで強い。あえてこれで、絶対取られるんでね、どこ置いても。よし、OK。よし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 。今の判断は、うまかった。相手、まあ S5 も一番も切ってなかったっていうのもあるしな。よしよしよし。パッと見めっちゃ D6 打ちたくなるけど、これ我慢す。オッケー、5連勝。シンプルにめっちゃ勝ってんな。引き強いのは認めるけど、立ち回りもそんなに悪くないね、今日は。まあ、一番好み出たのは F2 ロックかな。F2 ロックつか、サヤカつかだよな。あれ、マジで好み出ると思う。さてさて。まあ、あと F2 にね、あそこを罠駒打っとくことによってワンチャン踏みじゃねえかと思わせてね、なんか大きな特殊ダメージとかも抑えるっていう目的はあったから、あれっすか。でこれマイティー持っときたいな。ファビオ行きます。よいしょ。ほい、安定と信頼のファビオ、こいつさえ使っておけば大丈夫。これ強駒の中でもみんなめちゃくちゃ欲しいんじゃないかな、ファビオ。俺は欲しいよ。ちなみに B 駒か、俺はファビオ欲しいよ。そのなんだっけ、強駒最初からこのゲームねやり直すとしたら、さよいしょ。でレニアドウチーの B 駒入ってんのか、難しいよね。これスゴアス S っすね。安定と信頼のブラ、よいしょ。でここレニアド発動狙える。メルベ痛えな。まあでもまあ、あれ出す、あれですね、回復されるよ、やばしかな。あれ出すねっつったな、今。めっちゃなんか、なまったな。罠。この罠、コンボ特殊の駒絡むと見て、右上レニアドでもいいな。守護もあるし。
レニアドじゃない、レニアドじゃねえわ、マイティか。はい。うん、オッ、あ、オッケーじゃねえ。入るか。まあまあまあ、でも今のところ相手の HP バカほど削れてるから、このままご利用ししていきたいね。マナゴマは撃たれる、エス罠じゃない。でそこに置く穴だから、マイティ持ってたら俺目線だと C にマイティ撃てる。だから、多分クリ、いや、クリピリも撃とうと思えば撃てるな。コンボのないコマ。さやかかな。だとしたらワン、別に起こさなくてもいいよね、今。今起こさなくてもいい。うん、あ、ルルカか。なるほどね。いやー、ルルカやばいな。その回復ちょっとまずいけど。まあでもこっち1万6600あるし。あ、オッケー。これ取りっす。これ取りっす。で、ちょ、ここ考えどころだな。何打つか。特殊打っても、特別回復もないので。うん。まあこうかな。よいしょ。ちょっと痛いけど、これ神の火だめを抑えつつ、いやー、ここで打つ罠駒だな。相手コスト151枚切った B1 だから A 駒か。え、待って、お前コンボ強くね、そんな強いの。やばいんだが、トゥルラ、いや、トゥルラ打つしかねえな。これ打って2ターン耐えるしかない。うわ、マイティか。いや、死んじゃうとよかったかな、今。痛ぇ、回復入れてー。一応、罠駒3枚返し耐えれるけど、フィニッシュかれたら負けか。あと、B6 罠。うわ、フィニッシュあんのか。どまーい。え、回復強いし、メルベも強いし、これは普通にやられたな。C1 トゥールラ打てば、今耐えたのかな。倍にしなくて。いや、無理か、さすがに。怪しいな。3枚返しもあったし。いや、シンプル負けたな。シンプル負けた。結構手札回り良かったんだけど。いやー、あのルルカ強かったな。ルルカのコンボってあんな強いんだな。あー、どうすればよかったんだろう、今。まあ、あそこ取るにしても、いやー、でも取るしかなかったな。D1、いや、きついな。D1 絶対きついよな。もしくは、マイティ持った状態で行けばよかったかな。マイティ持って、で、A に相手のタイミングでマイティ打って、あ、でも回復入るし、怪しいな。無理か。さあ、相手時勝つか。やばいかもしれない。これちょっと最後2連敗して終わるかもしれない。しかも先行引いちゃった。やべえな。これやばいっす。うん、そう、マイティ右上 X じゃなくて、右上 X に、なんか春とか切って D5 守護打った後に B4 アレス来て、A にマイティでワンチャンあったかな。うん、それでワンチャンあったかもな。いやー、そうだな。うん、あそこマイティはちょっと早かったかな。さあ、これ相手 HP も低いしアタックも低いので今日勝てる可能性全然あるんですけども、ランタイは引かれないでほしいし、鱗も張らないでほしい。お願いします。うわ、ジリアンだ。やべー、今 1.3 倍なだけマシか。はい、ビナ。うわー、これな、リッチ置いても本当に弱いんだよな。いやー、本当に弱いんだよな。ビナは残したいな。でもバイス打つ。いや、まあリッチ打っとくか。いや、ウロコまだ貼られてないしな。ゆっくり行こう。よいしょ。あんまゆっくりしたくないけど、なんかバイス打って、微妙な気はするんだよな。うわ、ここアメリアあんのか。アメリア入ってるってことは、あと貫通2枚あるのか。ムスタバとガラン、いや、貫通多いなこれ。やばいな。ナイスイブ。これバイセから行こう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっとウィブね、コンボ強いからね。持っとくわ。なんで A にウィブから入ってもいいな。ウロコやめてくれ、頼む。これウロコ来るかどうかで勝率 30% ぐらいがある。まあ激鱗じゃないだけマシだな。よし。OK。で、ここウィブ A2 から入っていい。うん。行ってきます。さあ、バチコリ削れ。よいしょ、よいしょ。で、ビナもあるんでね、全然あるぞ、これ。で、呪いが少なからず入る。ちょっとこれ保証、おぉ、ちょっと珍しいコマ多いな。コンボ 1.5 倍ありがたい。
トゥールラ、これトゥールラ打った方がいいな。コンボこっちの方が強い。ワンチャンこれ突き飛ばせるからね。トゥールラ打ちます。だコンボ捕食か。まあまあ乱闘行かれてない。うん、これ俺のペースだね。ビナ打ってもね、多分貫通あるんだよな、わからんけど。 OK で捕食量はまあまあ食べるね。踊れるかな。いやまだ飛ばせねえか。いやー悩むなここ。いやこれカドロックします。これカドロックってガラン切らせたい。いやー悩むな、今のカドロックでよかったかな。悩んだ。お、ロック待て。いやこれちょっとランタン引くのもまずいって。いやまずい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 、ちょっとそれまずい。あガラン持ってない。いやじゃあこれビナで耐えれるな、ワンちゃん。オッケーオッケーオッケー、これガラン持ってないガラン持ってないガラン持ってない。引け。いや特殊の駒引きたいんだけど、これ待って、考えろ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 。取りビナ取り、アンパイアンパイアンパイ、よいしょよいしょ。いや次飛ばしたいな、ここで頼む、飛ばせ飛ばせたい飛ばせたい。今ガラン持ってないんで、ちょこれリムタとか来んなよマジ。え、メイちゃんかよ。うわ飛ばされた。メイちゃんかよ、やられた。どうも。いやーいやでもこれカドビナ打って無理だったな。手駒に来たのが守護者だから飛ばせないし、でかといって D5 ビナ打っても命令でぶちかまされてるから無理だな。くっそ最後2連敗したんだけど、ちょもう一回だけ行かして。悔しい。どうも。メイちゃんだったか。なんかアメリア入ってるからムスタバガランあるにしても、あメイちゃんなんだな今日の遅い。シェンメイじゃなくても飛ばせるってことか。いやでもアタック 0.9 だよな、どんまいすぎる。メイちゃんかよ。さあ行きますか、勝ち。これ負けたらもう俺はただ恥ずかしいだけです。そこまで上手かったかな、5連勝してるし言うて強いから。予備打ちまーす。よいしょ。あそこメイン打たれて俺英語ビナ打ってれば一応耐えれてんのか。けどまあどうせ捕食されるしやな。さすがに今の E6 ビナはしょうがねえな。うわこれコロ見てんね、めっちゃ倍石切ってるから相手罠回収しんどいよな。 B3 ビナ打ってもいい気がするけど、かさやか C、ちょっとさやか C 行ってみたいな。ちょっと行ってみたいねこれ、ビナ持っときたいし。うん、ちょっと行ってみるか。ほい、ウィブとかあんのかな。ウィブあったらちょっとやだ。ちょっとどこじゃない、あとトゥルラ。あ待って、トゥルラありそう、なんか初手そいつ打ってるし。あ気は大丈夫。オッケーオッケーオッケー。でルキア、いやー消去法だねこれは。あんまこのルキア強くないけど消去法打ちまして、毒入れて、うん、まあ金馬打たれててもね、メヒの毒は脅威ですよね、強い。よしよしよし、元から持ってるイオフィとか来たらやば。うわーその回収強いんご、その回収超強いわ。メルティシアン、あーメルティか、読めねえそれは。はい、いやこれまずいな。で巻いて打つけど、これまずいっすよこれ。まあ、ビナあるしバイセ引いてるのは悪くはないんですけど、こっからの引きにかなり左右される。んでもわらごまで攻められて、うわ強っ。いや強強強し、ちょっとそれまずい。いってやべえ。けどこれで後半の刺さりは良くなる。いやきっついなこれ。いやこれきっついな、どうしよう。うん、だってこれ A3 打ったら次打つとこないよね。 C1 打ってあいつあれしてしかないな。うん、いややべえこれマジできつい。マジできつい。いやまだアポロ打たないと思うけど、これアポロ打たれたらマジでやばいよ。やばすぎる。きっつマジで。オッケー、ちょっと待って、まだまだワンチャン、まだワンチャン。はい、いやーワンチャンないなこれ。あとビナ打ってから2手飛ばし無理だから、
いやー負けたくせー。ちょっとバフォメットめっちゃ強かったな。いや負けたくさいね。負けたくさいこれは。よいしょ。さすがに2手飛ばしできないもんな。これビナ打つしかないんだけど、英語打たれて次飛ばせなくて負けるね。いやー、うん、だってこれ耐え駒ないよね。ルキア言ってるし俺。いや無理だな。いきマジか。B6 さえかダメだったかなこれ。いやだそういう問題じゃなさそうだね。バフォメットでもうゴリゴリ削られてるからな。それかバフォ取りだったかな今。いやそうだよね。ちょっと待って、最後3連敗してもクソ悔しいんだけど。まあしょうがないな。トゥルラ、いやートゥルラと一旦早く引きたかったな。いやそれ無理だな。あの C1 にもうトゥルラ打ててないと負けてんなこれ。どまーい、相手が手滑るしかねえな。いや最後3連敗して負けちゃったな。まあまあでも そこまでの過程がね相当強かったから OK ですね。はい、対戦ありがとう。終わるか、あと1戦。いやーもういや、もうこれで負けたらもう4連敗になってね、もう番説よくすぎなんてね。終わりますか。アンリューワンチャン勝ちかけたな。メイデンはちょっと予想外だったけど、まあ結構良かったんじゃないですかね。ってことでどうでしょうか。まあさゆかもね結構いい感じに機能してくれたんで、こんな感じのゴリゴリテンプで最後ちょっと負けちゃったけど、まあ、十分ね活躍できたかなと思うので、面白かった方は高評価チャンネル登録お願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよならバイバイ。